若者のテレビ離れが加速。総務省の令和2年版情報通信白書によりますと、若者のテレビ離れがさらに加速していることが明らかになりました。まずこちら、平日の60代までの各メディアの利用率と、こちら、休日の利用率になっておりますが、 この休日のデータを見ますと、10代のテレビの視聴時間が2019年に一気に減少していることが確認できます。こちら、20代でも同じ傾向で、30代もですね、減っておりますけれども、まあ、こういったテレビ、まあ、どんどんと つまらなくなっていたり、また、報道については、変更報道も連発されているという問題がございますので、テレビ局の皆様には、このまま今の放送、報道を続ければ、最終的に視聴者を失う可能性があることを、重く受け止めていただき、 報道の真実性やまた番組の面白さを高めていただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました